イングランド教会の古今聖歌集初版の表紙、古今聖歌集の編集者、ウィリアム・ヘンリー・モンク、古今聖歌集は、イングランド教会の聖歌集である。1861年に初版が発行されて、次に続く、英語聖歌集及び、新英語聖歌集が発行されるまで、広く使われた。1830年代になると、イングランド教会外で、アイザック・オッツ、 チャールズ・ウェスレーなどが作った聖歌が歌われるようになった。イングランド教会内では、聖書の一部、特に紙篇を簡単な節をつけて歌う以外は、教会の信者たちが歌うのは、正式になっておらず、そういった習慣はなかったが、その頃になると、各教会でに歌集が作られていった。もう一つの重要な要素は、ジョン・キーブル、ジョン・ヘンリー・ニューマンなどが、カトリック的古い伝統を、 イングランド協会へ、もっと反映させようとした、オックスフォード運動に関連している。その結果、ギリシャ語、ラテン語は、もちろん、ドイツ語起源の成果を英語に翻訳して、教会で歌う試みがなされた。1810年から1850年には、そうした歌が100曲もできたという。こうした新しい成果のみを集めた歌集がいくつか、発行された後、 むしろこれまでの歌を含めて、聖公会祈祷書、祈祷書の伴侶となるような総合的な歌集、古今聖歌集の編纂を1959年に、ウィリアム・ヘンリー・モンクを中心の委員会で進められて、翌年に使用版が発行されて、1861年には初版が出版された。古今聖歌集に収められた聖歌は、それまで発行された様々な聖歌集を集大成している。 古今聖歌集はすぐに大きな成功を収め、過去150年に1億7000万部が売れて、英語の聖歌集としては一番人気となった。またその多くの歌の率直な、馴染みやすい旋律がその人気のもとであり、次に続く英語聖歌集及び新英語聖歌集にも大きな影響を与えた。日本聖公会でも名称が古今聖歌集の歌集が、 日本製公開製歌集以前は正式に使われており、イギリスの古今和歌集の歌を多数含んでいた。ありがとうございます。